才コックモーリー船長の料理の数々。モーリーモーリー食えよ、なんてな。うまいかジーノ。あ、どうした、白目なんか向いて。ケーン、大げさなんだよおめえ。うますぎるからってなことはねえだろ。あ、そうだ、海賊船の船長の得意料理は何でしょう。答え、バイキング。なあなあ、おじれだろ、海賊だからバイキング。次回海賊船でバイキング。パン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 とパム、シックハックと大活躍。でもなんか変な感じ。ポン、次回は、はいはい、次回はロボットが虫に刺されて大暴走。うわ、それは大変。うるさい。次回ブンブンモスキートパニック。見てね、すごいしつこい。ポンポンポン、今日はみんな大ピンチ。モスキートに刺されると大変、気をつける。ポン、もう喋っていいのかの。いやー、物語もいよいよクライマックス。予告にもついにわしの力が必要な時がやってきたというわけじゃな。さあ一丁頃ベシンパシーと決めたろうかいの。なんと次回はどんな話じゃったかいの。なんてな。次回この木何の木一空気。博士が一番人食ってるよ。何、年を食ってるだけじゃよ。意外とここは小さな島じゃな。神々が住んでたにしちゃなんか普通っぽいね。連中がもうバーユの島に上陸したって本当かよ。バーユの島じゃない、あの島がバーユの島のはずがない。
なんでそんなことわかんだ。旦那も見たことねえんだろ。こいつは島じゃない。海底に生えたマングローブが突き出してるだけだ。ほう、でも見た目は島だ。うるさい。なぜわざわざ引き返してここを上陸地に選んだかだ。そのわけは導きの扉を手に入れれば必ずわかるはずだ。ダーキス、ガルー、力を合わせてくれ。言っとくけどね、私は二度とこの豚さんと組むのはごめんだよ。くちくそおこちゃりで、とにかく取ってくるんだ。今私たちは導きの扉のふるさとに来ています。そう、あのバーユの島です。カット。宿泊うまく取れたかな。みんな先に進むぞ。了解。今のは NG よ。取り直してちょうだい。また、もっとトロピカルなとこ、どっかそれっぽいとこないかしらね。あそこよ。とってもジャングルっぽくていい雰囲気。でもさ、みんなと一緒に行った方がいいんじゃないかな。すぐに追いつくわよ。さあ、いらっしゃい。ハック。どこまで行くんだよ。あ、何あれ。うわー、でっかい卵。うわー、すごい卵。目玉焼き、おいしそう。持ってこう。親鳥がいるんじゃないかな。こんなとこ見つかったらきっとただじゃ済まないよな。そうだ。これ。ぴったりだよ。でもこれはどうするの？それはハックにあげる。卵、二人のもんだよね。何言ってんだよ、僕のだもん。じゃあ僕のは？ないよそんなもん。ずるいよそんなの。よこせよ。僕の。僕の。僕のなの。僕の。僕の。これ持ってっからいいもん。はい、僕の卵。不思議だ。どこまで行ってもキーばっかり。ね、見てよ。この島、木が何本も重なり合って出来上がってるんじゃないのかな。古い木に新しい木が乗って島になったの。だとすれば温暖化で海面が上がってできたんだ。きっとバイユの島じゃないね。あ、そっか。それだけじゃねえぜ。ここがバイユの島なら導きの扉のやつ寝てばっかりないで反応すんじゃねえか。うん、ね、導きの扉はリオがさっき撮影に使ってたけど。おお、まだ撮影を続けとるんじゃろうか。ジーノ、呼んできた方がいいんじゃないか。わかりました。リア、嫌な予感がする。何よこれ。
よ。いいの？みんな待ってんだから。あ、さあ行くぜ。あの、ジーノ、それがね、ん？それ卵じゃね？一体どうなって、もともと鳥さんのだし諦めよ。そうだね。やめろって言って。何やってるこいつ。さあ今のうちにつながろうぜ。ジーノ。走れんのかよ。もう行っちゃった。どうすんのよ。どうしてくれるの。導きの扉を早く探すのよ。来いよ。いやに遅いじゃないか。お、博士、あれ見て。ん？導きの扉が向きを変える前に見えた霧に似てない。誰か助けて。あの鳥何とかしてくれ。悪いのはハックなのに、なんで俺がこんな目に遭うんだ。何の話？に、兄ちゃん、あれ、鳥だよ。え？お、いたぜ。どうで、このズバ抜けた洞察力。やっぱりあんたは偉い。ずっとな。逃げるなよ。
そもなんで追いかけられるわけ？バイバイねこの野郎。今日はなんだかいいこと続きだぜ。だったら導きの扉をさっさと渡しな。ふっ、やなこって。先に言っとくけど、私は気が短いんだ。いつまでもぐずってるやつは嫌いなんだよ。ち、ぐずって悪かったね。さっさと押し。いやー、マルチッキーの待って。なんでよ。この木をこれ以上倒したら島全体が沈んじゃう。ほら、うん、お前たち、うん、そろそろ年貢の納め時のようだね。沈んじゃダメ、お願い。潰されちゃう。あれは
てえもんだ。もろ沈んじまってるよ。なんだこの白い雪みてえの。もしかして木の種？また芽を出して木が生えてくるのね。あれは？どうやら脱出したようね。とりあえずいい気味だ。さあ行きましょう。ああ何？お、うわー、あれは。バーユの島じゃ。すぐ船に戻ろう。ね、よっしゃ。ついに導きの扉手に入れちゃったもんね。ダラーの旦那、もう嬉しくて気絶しちまうぜよ。はよ開けてみん。今開けるから待ってろ。石が今度は卵に変身ってかい。お名前は。おお、今度こそバーユの島に近づいたようだ。食べちゃった怒りの玉。もういいんだ島はそこだ。ちょっと待って。消えちゃった。あれはさまよう島なのか。さまよう島。さまよう島。お、ねえ、サリーが光の玉のことを言ってたね。ああ、なんか言ってたな。博士、よく見て。おお、確かに光の玉が全部消えとる。だから食べちゃったんだってば。いや、バーユの島は時空の海をさまよっているのかもしれん。新たな展開だ。バーユの島は時空を行き来するのか。ますます面白くなってきたようだな。モーリー船長の料理の数々。モーリーモーリー食えよ。なんてな。うまいかジーノ。あ、どうした白目なんか向いて。けん大げさなんだよおめえ。うますぎるからって泣くことはねえだろう。あ、そうだ、海賊船の船長の得意料理は何でしょう。答え、バイキング。おじれだろ、海賊だからバイキング。次回海賊船でバイキング。